どこに行くの？ここはちょっと危ないかも。やっぱ大勢で賑やかに冒険するのが一番楽しいな。てやこれってちょっと腹痛くなるだけの食えるキノコだ。とりゃー！こんなのも錬金術師にとっては素材になるのかしら。どこに行きますか？よーし、何にしようかな。すごいのできちゃう。感じかも。いい感じ。さすが私。どこに行きますか？ここならの。ここはちょっと。とりゃそう。捕まえた。とりゃ。かわいそうだけど。錬金術の素材になってもらうね。どうかな。なんか徐々にだけど霧が晴れていってる気がするね。どうやら当たりみたいだな。同じからくりだったってわけだ。同じからくりなら、あの不自然な岩場にも何か変化が起こってるんじゃないか。ここまでいろんな仕掛けを用意する理由って何だろう。やっぱりフィルフさん。そうだな、それが一番だろうが、それだけじゃない。おいそれと門には近づいてもらいたくないだろうから。遺跡の外から紛れ込んでくる人間にも目くらましとして使っていただろうな。フィルフサがこういう目くらましに引っかかるかどうかはわからんがな。そろそろ霧も晴れてきたんじゃないか。探索を再開しようぜ。
神秘的な力があるのか、神秘的な気持ちにさせられてるだけなのか、謎だな。よいしょ。教科書で見たことはあるけれど、実物はこんな感じなの。あった、これこれ。街の外にはほとんど出なかったから新鮮な気持ちになるわ。よいしょ。この神秘的な力ってのを戦闘で役立たせる方法はねえのか。これが原石なのか。俺にはただの石にしか見えねえよ。神秘的なのは分かったけど、これ結局どういうものなのかしら。これそのまま食っても効果あるんだよな。腹壊した時に何で助けられたのか。新しい何かに出会えるかも。どうしたの？空気が変わったわ。確かに言われてみれば。ちょっと陰気臭いですね。この感じ。ああ。俺たち知ってるぞ。これって異界の空気だよね。そうだ。同じ空気がここに満たされている。ってことはさ。つまりこの先のどこかそんな遠くないところに門があって、門はすでに開いているってことだね。いよいよ油断ならなくなってきたってわけだな。より危険が多いはずよ。一層気をつけないと。行ける場所が広がったよ。よーし、行くぞ。ん？あれは…アンペルさん、リラさん、こんなところでどうしたの？ライザか。リラがレントに話があるみたいでな。リラさんが？あれ、怒ってる？それでどうなんだ？3年の旅はどうだったんだ？ああ、そのことか。そうだな、
楽しいことばっかじゃなくて辛いこともあったけど、最高の3年だったと思ってるぜ。最高だと。ああ、いろんな強い魔物と何回も戦ってさ、かなり強くなったのは間違いない。レント、なんだよリラさん、言いたいことあるなら言ってくれよ。思い違いだったようだ。は？いや、レントがそういうのであれば、これは私の思い違いだったというわけだな。いや、それじゃあわかんねえよ。何が思い違いなのか教えてくれって。私はレントが戦士の心得を忘れたように見えた。それがとても悲しかった。だがお前は確かに言った。最高の3年間だったと。レント、確かにお前は強くなった。充実した修行の旅の中で己が腕を磨いた証だな。逆に私の人を見る目を濁ってしまったようだが。いや、そんなことは。レントは戦士の心得を忘れていない。だから私は安心していいんだな。リラさん。当然だぜ。師匠のリラさんに教わったこと忘れるわけねえだろ。安心した。アンペル、行くぞ。ああ、またな、ライザ。レント、大丈夫？当たり前だろ。まったく、みんな心配しすぎだぜ。本当に、それだけならいいんだけど。どこに行くの？どこに行きますか？よし、行くぞ。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。何を入れよう。次はどうしよっかな。どれにしようかな。うまくいくかな。ねえ、どこに行くのさ。よし、行くぞ。
極的。これでいい？ありがとね。今後も一緒に。ヤッホー、クラウディア。今ちょっとだけいい？いらっしゃい、ライザ。何かあった？すごく嬉しそうだけど。気に入ってくれて。え、どういうこと？はい、これはクラウディアのだよ。え、もしかして私のために作ってくれたの？一つはね、もう一つは私の。ほら、こういうお揃いのものって持ってないから作っちゃおうかなって。ライザ、どうかな。ちょっと恥ずかしいんだけど、次に会えるのがたとえ何年後になったとしても、クラウディアは私の特別な友達。それだけは絶対に変わらないよ。何があろうと絶対にね。これはその約束の証だから、不安にならなくても大丈夫だよ。ありがとう。私ね、ライザに独占欲みたいなの感じちゃってた。そのせいでライザに心配かけちゃった。もうほんと恥ずかしい。気にしないで。ずっといろんなところを旅してたクラウディアには友達を作る余裕なんてなかったの、わかってるから。それでも私と友達になってくれた。私はそれがとっても嬉しい。だからね、クラウディアがもう二度とそんな気持ちにならないようにはっきり言うよ。私はこれからも友達をたくさん作ると思う。クラウディアと会えない間に。それでもクラウディアが私の大親友であることは何も変わらない。だからもう二度とクラウディアが不安な気持ちになったりしないように、こっちにいる間に私のクラウディアへの気持ちしっかり伝えるよ。うん、ありがとうライザ。私
このブレスレット宝物にするよ。どこへ向かうつもり？よし！なんだかすごく話が盛り上がってるみたい。あの二人が話すことだから、多分…クリフォードさん、もしかしてこの前見つけた石板の話？ああライザ、そうなんだ。ちょっと聞いてよ。この前クリフォードさんが見つけた石板の解読が終わったんだ。さすがタオじゃん。何が書いてあったの？それがさ、詳細まではわからないんだ。重要そうな部分がこっそり読めなくなってたからね。つまり隠されてるお宝の正体については情報なしってことさ。じゃあ振り出しに戻ったってこと？いや、そういうわけじゃないよ。ところどころに気になる箇所があったからね。その一つが、いざという時は水晶の下へ廃棄せよって内容らしい。水晶ね。水晶があるどこかに何かあるってこと？そういうことになるな。しかしそんなところこの近くにあったか？でね、遺跡の構造から見て今よりも確実に建築技術は高かったんだけど、記録が見つかったことでそれが証明されたんだ。あ、もちろんまだ完全じゃないんだけどね。ああ、そうかそうか。もっと手がかりを探さないとな。そう、そうなんだよ。でもこれがなかなか見つからなくてさ。あ、建築技術が高かったとは言ったけど、他の技術も高かったわけじゃないんだ。乗り物や水車なんかの動力はほぼなかったみたいなんだよね。ああ、水車がなかったんだな。そうなんだよ。その代わりにさっきも言った建築技術は今の比じゃないくらい発達してたんだけどね。材料も特殊なものを使ってたみたいでさ、
それが何かわからないんだ。特殊な材料を使ってたのか。それは驚いたな。ね、びっくりするよね。ボス、すっごい適当に受け流してる。そろそろ助けに入った方がいいかな。タオ、ちょっと熱くなりすぎだよ。あ、ライザ。ああ、助かった。お疲れ様、ボス。ねえ、ライザ、また遺跡の調査に行ってみたいんだけど、いいかな？そう言われるんじゃないかなって予想をしてたよ。予想するまでもないだろうが。まったく。俺はもう行くから、こいつの相手は任せたぞ。相変わらずボスは忙しそうだな。今のは多分逃げただけだと思うけど。それでいいかな、ライザ。遺跡の調査に付き合ってくれる？それはいいんだけど、どこの遺跡がいいの？なるべく大きいところがいいかな。その方が構造自体をしっかり調べられると思うし。大きい遺跡か。だとするとあそこかな。ライザ、ここは学生が多い区画なんだ。遊ぶなら別の場所へ行け。遊びに来たんじゃなくて、ボースを誘いに来たのよ。ほら、そろそろお茶の時間だしさ、一緒にお茶飲みに行かない？それはどう考えても遊びの誘いだろうが。俺は読んでおきたい本があるんだ。もう勉強勉強ってそればっかり。少しは休むことも必要だよ。タオとレントも一緒なんだろう。うるさくて休めたもんじゃねえ。ううん、あの白状二人組は来ないから、今日は私とボースの二人。フィーフィー私とフィーとボースの三人よ。なるほど。そういうことなら少しだけ付き合ってやろう。ライザには聞いておきたいこともあったから。聞きたいこと？って感じで、ラーゼンボーデンはいつも通り静かで緩やかでまったりとした平和な村のままだよ。そうだ。で、他に聞きたいことは？いや、十分だ。俺の離れていた3年間、特に大きな問題は起きていないようで安心した。ランバーもしっかりと父さんの警護を務めているようだしな。それにしても、まさかこんなに島とか村のことをいろいろ聞かれるとは思わなかったわ。俺が戻った時、島の様子がわからなければ青役であるブルネン家の人間としては失格だからな。それで、お前は？はい？ライザの方はどうなんだ？先生をやってるんだろ？成り行きでね。錬金術を教えるはずだったんだけど、普通に勉強を教えるようになっちゃって。まあ、正式な教師ってわけじゃないから、小さい子限定の先生って感じでやってるよ。意外だな。何よ、どういう意味？村の同世代で一番しっかりと大人の道を進んでいるのがお前だということがな。俺はてっきり
青か俺のどちらかだと思ったが、変わるものだ。何よ突然。それ褒めてるよね。意外だと驚いているだけだ。調子に乗んな。はいはい、まあ同世代一のしっかり者なんて言われてるのも時間の問題でしょ。こっちですごく勉強して大人になったボスが帰れば、同世代一のしっかり者の座は剥奪確定だし。当然だ。それで少しは休めた？余計な心配すんじゃねえよ。ブルネン家の男はヤワじゃないんだ。ブルネン家の男だって人間でしょ。レントもタオもボスのこと心配して。ってボス、その手どうしたの？豆だらけでボロボロじゃない。あ、まあこれか。気にするようなことじゃない。そういえばレントも気になること言ってた。勉強以外にも何かやってるの？さて俺はそろそろ行くぞ。悪くない時間だった。島のことも聞けていろいろと安心できたからな。あ、ボース言っちゃった。聞いちゃいけないことだったかな。どんな依頼？すぐに報告できるね。これならすぐに報告できそう。どこへ向かうつもり？よし、何にしようかな。どこに入れようかな。次はどうしよっかな。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。しようか悩んじゃうな。何入れよっかな。入れてから考えるのもありかな。何入れよっかな。何入れよっかな。何入れよっかな。何をしようか悩んじゃうな。新しいものができちゃいそう。いろいろやってみたいな。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。新しいものができちゃいそう。何入れよっかな。さあ何を入れよう。
いい感じかも。すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。次はどうしよっかな。何入れよっかな。新しいものができちゃいそう。どれがいいかな。考えすぎもよくないよね。どうしよっかな。たくさん作っちゃおうかな。こんな感じかな。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。入れてから考えるのもありかな。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。いろいろやってみたいな。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。何入れよっかな。新しいものができちゃいそう。何をしようか悩んじゃうな。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。ちょっと変わりそう。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。何入れよっかな。どれを使おうかな。何を入れよう。さあ、何を入れよう。すごいのできちゃうかも。あれを入れたらいい感じかな。お、いい感じかも。いろいろやってみたいな。いろいろやってみたいな。何
入れよっかな。何入れよっかな。何をしようか悩んじゃうな。さあ何を入れよう。次はどうしよっかな。さあ何を入れよう。いろいろやってみたいな。何入れよっかな。こんな感じかな。うまくいくかな。どれがいいかな。これでいいかな。何作っちゃおうかな。入れる場所は、お、いい感じかも。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。あれを入れたらいい感じかな。何入れようかな。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。あれ、あ、ちょっと変わりそう。何入れよっかな。お、いい感じかも。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。何をしようか悩んじゃうな。すごいのできちゃうかも。あれ、あ、ちょっと変わりそう。何を入れよう。さあ何を入れよう。何入れようかな。新しいものができちゃいそう。何入れようかな。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。お、いい感じかも。さあ何を入れよう。何入れようかな。お、いい感じかも。何入れよっかな。何入れよっかな。お、いい感じかも。どれもよくて悩んじゃうな。